関東は朝から青空、また昼間は広範囲で20度を上回る予想となっています。今日も日差し届きますね、はい、そうなんですよね、西日本から、ね、天気下り坂なんですけれども、はい、関東までは、ね、その影響が及びません。この後の天気の移り変わりまずご覧ください。午後にかけても関東地方晴れるところが多くなりそうです。まあ、周辺エリアについては、まあ、夕方夜と曇ってくるところがあるんですけれども、まあ、関東に関しては今日一日を通して、まあ、晴れる見込みでして、まあ、天気の崩れはなしということになります。一方で昨日までと同様、上空の温度が高いんですね。こちらが今日の15時の上空1500メートル付近の温度を表しております。はい、でこの辺りなんですけれども、この辺りが、ね、6度線、1500メートル上空の6度のラインというものがかかっております。で6度というのは、ね、晴れれば、まあ、最高気温が21度前後まで上がるような目安でして、関東地方そういった、ね、上空の温度は非常に高いんですよね。で晴れます。天気アイコンと予想最高気温を見ますと、はい、まあ、最高気温は昨日とだいたい同じぐらいか、まだ多少上がるところもあります。東京の22度というのは、ね、5月上旬並みでして、かなりのこの時期としては、ね、気温上昇ということになります。はい、まあ、服装は、ね、むしろこの時期の服装ですともう暑いぐらいになりそうですから、まあ、そのあたりの調節十分お気をつけください。桜の成長なども進みそうですね。そうですね。最新の気象情報、そして気温についてはウェザーニュースのアプリから確認することができます。チェックしてください。